ただいま人気絶頂の帝国歌劇団花組公演怪傑少年レッド、その人気の秘密は日替わり配役だけではなく毎日変わる舞台演出にもあった。大盛況の公演を終えたばかりの大帝国劇場、その舞台裏では今夜もまた壮絶な演出家争奪が繰り広げられていた。で、前回まあいろいろ試したんだけど結局エンディングまでいけなかったので、今回こそはちょっとねエンディングを見たいと思います。もう4人の誰でもいいからとりあえずクリアしたいね。まあ3人娘あたりから行こうか。3人で頑張ります。頑張ります。3人娘、攻撃力の高さを何で生かすかだよな。ちょっと風で行ってみようか。すぐ魔法石使えるってのは結構安心材料なんだよね。さあさあ、じゃあ最初は米田支配人だな。よろしくお願いします。はい、じゃあまあ今回もパニックモード、最初から、この BGM が早い状態だね。機雷が落ちてくるというやり方でいきますね。短期決戦が望めます。いっぱいやるか。よし、じゃあそろそろちょっと崩していこうか。ドリームキャストとセガサターンをちょっと交互にやるようなやり方になってるけど、こっちのドリームキャスト版の花子ら2の方がちょっと操作感が重いんだよね。時々ちょっと喋ってるけど動きが少し鈍い感じがあって、結構ギューッと無意識に十字キーを押してしまうんだよな。さあちょっと早速ピンチですね。早速ピンチだな。ちょっと崩していきつつだな。どうしようかな。魔法石で一回黄色全部と青全部を消してしまいましょうか。するとゲージが結構溜まるんじゃない？あ、溜まんないね。そうだよな。魔法石そのもので消えてしまったゲージの分、消えてしまった宝石の分はゲージのために影響がないんだよね。だから、それ以外、だから今の場合で言うと黄色、青以外でどのぐらい消せたかが、ゲージの溜まり方に影響してくれるんだけど、あんまりその魔法石やった後は消えなかったもんね。さあ、これでどう？ 1、2 連鎖、3連鎖。これで攻撃来るか、一旦防御しとくか。攻撃してもいいけど、米田支配人の攻撃、あ、オッケー。これでいいね、これでいいね。でもちょっと今米田側を見る余裕があんまりなかったな。もうちょっと、もうギリ服似合うな。支配人、モギリはお任せします。お任せします。似合うね、米田支配人ね。もうちょっと相手側をちゃんと見てプレイできるような、うん、目の配り方がないとエンディングはいけないかもしんないね。皆さん、無理攻お願いします。よし、じゃあカヤマに勝ちましょう。前回三人娘使った時はカヤマに負けたんだよね。よし、行きましょう。ちょっとな、この配色嫌だな。赤消しちゃう。赤消しちゃって、紫の導火線を作っておきます。赤、あー危ない危ない。赤も作っておいて、紫と緑の導火線作ってここに積み重ねます。で、紫、青、あーそこ行っちゃったか。まあ、いや。で、青をこの辺にしとくか。で、黄色と並べて導火線を作っておいて、緑で、まあ、幽霊連鎖ができるような状態にします。あー、早速嫌いが落ちてきたな。確か、嫌いはもう、連鎖がちょっと成立した時点でだんだんと落ちてくるんだよね。2連鎖、3連鎖とかでも相手のところに嫌いが落ちてきちゃうんだよね。したけど一旦魔法石にしておこうか。魔法石にして緑を消します。青でもよかったな。結構下の方に青があったからな。青でもよかったかもしれないけど、まあいいでしょう。これで結構ゲージが溜まった。まあ魔法石を使った結果連鎖が結構起きて、その連鎖をきっかけに嫌いが落ちてっていうのを繰り返していければ
まあまあ悪くはないんじゃないかなとは思うけどね。ゲージ貯めます。ゲージ貯めて1だとダメなんだよな。1だと消えないけど、そろそろここら辺からあんまり積み上げんのが嫌になってきちゃう、心配になっちゃうからやりたくはないんだよね。あー、こういう嫌いがね、嫌いが上の方に積み重なってる状況になっちゃうと、もう八方塞がりになっちゃうんですよね。あ、いい、ちょっと消える、ちょっと消えたけど、もうダメでした。カヤマが強いね。カヤマだな、山場は。前回もこれよ。また売り子ですか。まあ、椿ちゃんからすると毎日の業務だからな。ちょっと参議院娘でもう一回チャレンジしてみるか。参議院娘でエンディング見たいね。チャラッチャラッチャラッ。じゃあもう一回参議院娘で挑戦して。3人で頑張ります。まあ、風作戦でいいか。作戦自体は間違っていなそうだね。じゃあ米だからやり直しです。今回はモギリをやれ。こちらでございます。負けます。攻撃してみるか。米だがもうそこそこゲージがレベル3まで溜まりそうな雰囲気になっていることとか、今まあ攻撃するだけしたけどあまり効かなそうだしね。米田の方のフィールドが結構片付いているので、この状況で攻撃してもダメかな。で、しかもこの米田の攻撃が、嫌いが溜まっちゃってるから、こっちが魔法石、いや、攻撃しよう。もうここは攻撃で決着つけよう。決着つけていって、ちょっと捨て身気味にね、行ってしまうしかないか。こういう風にちょっと連打でパンチしていって、まあ攻撃が最大の防御の考え方でやっていこうか。米田かわいそうだな。支配人、モギリはお任せします。これあれか。霞が一つ目のセリフだから多分2戦目3戦目で椿ゆりってなってくんだろうな。敵が3人いるからね。ちょっとそこも楽しみだね。攻撃、ここら辺からじゃあ攻撃のフェーズに行こうか。で、次が問題だよね。この後をどうするかだな。一旦レベル3の攻撃を受ける、受ける、受けて、で、どうどうどう、これで攻撃しよう。ここで攻撃するとどう。これで、これで消せるか、どうにかなるか。ならん。うわー、もう一発攻撃が足りないんだな。そうか、どうだろうな。どうだろうな。攻撃していくって姿勢を考えたら、他の3つのどれかの作戦にした方がいいのかな。レベル2攻撃じゃ物足りない感じするもんね。どうしようかな。3つのどれでもいい感じするもんね。林作戦にしておいて魔法石も使える余地を取るか、山作戦で一発目からレベル2で行くか、もうそれとも非作戦で、とにかくゲージ溜めまくって、攻撃、もう4まで我慢するみたいなのもありかもしれないしね。火で一回試してみようか、火で。火ってあんまり使わないんだけどね。今回はモギリをやれ。ただレベル4攻撃でガツンと決めた時と、嫌いが積み重なってる状況での火のレベル4攻撃ってもう嫌だもんね、相手にとってはね。米田も非作戦選んできたのがちょっと嫌だな。よし、結構今レベル3まで溜まってるけど、どうだどうだ。米田がどう出るかもあるけどね。ちょっと正直今攻撃されたら最悪だよね。ゲージがやっぱ正直手際は良くないんだよな。一番花子らやってた時と比べると、うわー、貯めてよかったかな、貯めてよかったかな。
ここら辺でそろそろ攻撃もレベル4でやっちゃった方が良かったかもしんないっていう気もするしね。どうだどうだ、ちょっともう片付けてはおきたいな、片付けてはおきたいね。攻撃しまーす。どうですかこのタイミングでの攻撃、決まるんじゃない、決まるんじゃない。よし、米田が4まで溜まる前に攻撃できてよかったな。これはちょっとラッキーがあったな。支配人、モギリはお任せします。でも逆に言えば米田が非作戦で4まで溜まる、4までゲージがある作戦だったからできたことだよね。先に攻撃されてたら負けだったもんな。うわー、どうかな。お、レベル1攻撃、これはどうだ。レベル1攻撃なんて逆にこっちがゲージ貯めるきっかけになっちゃう可能性もあるから、あんまりね、序盤でレベル1攻撃を安易にやるっていうのは悪手の可能性があるもんね、普通に考えればね。うーわ、嫌なとこに降ってくるね。ここからどんどん攻撃が来るとちょっとやってらんないか。防御しようか。非作戦での悪手もね、防御なんだけどね。あんまり良くないけど。うわ、加山がやっぱクセモンだな。加山なんてな。こっちが使うと逆に使いにくいキャラクターなのに、敵に回したら嫌なキャラだからな。貯めてみようか。ここで貯めるとちょっとね、いや、これがね、風作戦まではこの辺は楽だったんだけど、今はそうもいかないもんね。うーわ、どうかな。もうちょっとゲージが溜まれば。いや、攻撃してくるな、あいつ。捨て身だな。攻撃しよう。多分ダメでしょう。あー、ダメか。いや、加山にどうかと。加山にだけは勝てないな。また売り子ですか。同じ相手に3連敗してるよ。まあでも作戦変えるっていう作戦は悪くないと思うんだよな。ちょっと試し続けてみるか。3人で頑張ります。じゃあ林でバランス取ってみるか。魔法石とかも使える余地を残してね。今回はモギリをやれ。レベル4攻撃にこだわる必要はないもんな。火じゃなく林にするとどうなるかね。貯めてレベル2攻撃を、じゃあ受け止めますか。この辺からちょっと激化してきそうだな。いや、でも今んところやっぱ風作戦の時が一番うまくいってた感じはあるな。やっぱりこういう時に振る舞いを決めきれないもんね。うわ、どう、あ、ラッキーラッキーラッキー。いい時に、いい時、魔法石を一回使って、いい時にちょっと攻撃も来たし、こっちの時宝石が溶けたね。これはいいんじゃない？で、連鎖が結構できて、いや、でもレベル1しかゲージが溜まってないのか。ここからがちょっと、どうすればいいかがわからないね。これは一回ここ溶かして、2連鎖が時宝石使ってできるね。3連鎖、ナイスナイス。素晴らしい。攻撃しよう！レベル2攻撃一回いっちゃいますね。で、これで米田のフィールドがそこそこ汚くなったし、嫌いのおかげで塞がってる。あ、これがどうだ？溶けちゃう？溶けちゃうか。溶けちゃうか。溶けちゃう。うわー、しかも防御。いや、攻撃しちゃおうか。攻撃して。うわ、俺のところにもこんなに降ってくんの？うーわ、うーわ、もうこっち、やりようないもんね。あー、これは苦しいな。これはもうちょっとダメか？これはダメそうだね。防御はするけど。攻撃が来て負けちゃうね。そうか、意外に林では何もできず終わっちゃうな。おもぎり。え、もぎりですか。結構みんなもぎり嫌がるんだな。
ちょっと山も試したいけど、風に戻すか。風で魔法石が使えるようにしといた方がいいかもね。じゃあ、いろいろ試したことで、風でいいんだなっていうことを確認できたので、まあ風で行きましょう。攻撃ね。今回はモギリをやれ。いっぱいやりたいときはもうレベル2足すレベル1とかでね、手数を作っていきましょう。結構このレベル1攻撃っていうパターンあるな。ああ、いいところに落ちたね。これはラッキーラッキーラッキー。いいじゃん、いいじゃん。あの一番下にいる黄色の地宝石が、引いてくれそうな気はするね。いいよ、ラッキーだよ、これは。ここに赤引くか。で、1、2、3、4、5。おー、6。いいんじゃない？ 7 連鎖。8連鎖。9連鎖。おー、この実況史上最高じゃない？もしかしたらね、9連鎖は初めてじゃない？あるかもしんないよね。すごいな。ちょっと今嬉しかったね。いろんなラッキーが重なった結果だけど。これで、を貯めましょう。ここがだよね。こういう状況だよね。苦しいのはね。1連鎖に赤。ああ塞がれた。あそこの赤縦2個を消そうと思った瞬間、これだよ、これパニックモードの比率キー。やばい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 。疲れちゃったわね。モギリですか。攻撃をしないと勝てないよね。魔法石で消せてラッキーとか思ってないで、もう一発攻撃しないとな。まあ、今までと違って苦戦してるのは、ここの難易度が最強にしてるってことがとにかくポイントなんだよね。ここはもう下げるわけにはいかないからね、とにかく。難易度最強にして、勝ちたいっていうのはね、まあパニックモードってだけじゃなくて、わざわざこの2周目的なものをやるっていう上ではこだわっていきたいからね。まあちょっとそこを分かってみていただけるとより楽しめると思います。3人で頑張ります。よろしくお願いします。だんだん勝てていた米田にも勝てなくなってきたからな。ちょっとこれは、不調だよね。絶不調、絶不調。困りましたわ。攻撃！こっから攻撃しますよ。実況下手くそじゃねえ。急に叫んで攻撃ってね、今まで、ああこれだな、こうなっちゃうともう動けないもんな。これでここに消していって、防御しないとやってらんないよね。もうちょっと我慢だな。もうちょっと我慢して、米田が多分これで、わ、もうちょっと待ちたかったけど、待てないね、これは。で、下の方が消えるか？ちょっと消えたね、ちょっと消えたね。ラッキー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 。これはラッキーだな。防御していくしかないか。もうだんだん下の方が埋まってきて、もう嫌いで、ね、嫌いは防御も効かないからね。そうなってくるともうちょっとやばいもんな。ここで攻撃しちゃおう。攻撃していって、もうこれはダメだね。マジで勝てなくなってきたね。これはちょっと厳しいよ。どうするどうする。もぎりばっかり。いや、ちょっと一回ここで区切るか。一回区切ってちょっと動画見直してどうすればいいか、勝ててた時と違う時、負けてる時のね、違いもしっかり分析していけば、勝ち筋が見えてくるんじゃないかな。これ見てる方も、皆さんもね、もうだんだんちょっと結末見たくなってきませんか？